The holidays are a time to feel and create joy. And what could be more joyous than the look on her face as she unwraps a stunning new jewelry piece from Blue Nile? How about getting 50% off your purchase? Blue Nile offers premium quality priced below traditional retail. Their online experts are available 24/7 to answer any questions and make sure you've picked the perfect gift. For a limited time, you can get 50% off at BlueNile.com. That's 50% off at BlueNile.com.この時間はキャッチアップ、水曜日はスポーツ文化評論家玉木雅之さんです。玉木さん、おはようございます。おはようございます。さあ、今日はどんな話題でしょうか。今日は、ね、ちょっとラジオで喋りにくいことなというのはね、写真の話。あ、なるほど。スポーツ写真の話なんでね、ラジオでは映像を映せないのでちょっと申し訳ないんですが、東京方面ではまた関西でもやってるんですが、2022年の報道写真展っていうのがあったんですね。ある、これ4月まで横浜ではやっているんですけれども、これは全国35社の新聞社とか、から、あと、放送局としては NHK ですね。はい。そのカメラマンが参加して、昨年のスポーツ、スポーツじゃないですけど、報道写真の素晴らしいものを選んでるんですが、これが新聞に出た広告です。うん、村上選手が一番大きく。ねえ、村上様。そうなんです。乗ってますね、果たしてウクライナ戦争のあった時の報道写真で、村上選手が一番大きくっていいのでしょうか、ということも思ったんですけれどもね、この下に小さくあるのがウクライナ戦争なんですよ。あ、空を見上げてる女性が写ってるんですけれどもね、ただこの村上選手に対しても私不満でして、というのはこれ何ですか。これガッツポーズですね。そうですね、ちょうど打った後ベンチに向かってやったぜっていう時のやったぜというガッツポーズですね。笑顔と、はい、スポーツの瞬間じゃないですよね。こうバッティングじゃないですか、ね、これ横でね、解説がないとね、これ村上様56号って書いてあるんですけれども、解説がないとさっぱりわからない。あで別に56号はね、例えば打った瞬間でもやっぱりわからないと思うんですが、それスポーツの迫力というのは違うと思うんですよね。なるほど。これスポーツの迫力とは言えないでしょう。うん、村上選手の迫力ですよね。そうですね。顔が可愛くってね、ちょっとね。喜んでるし。喜んでる。でね、右下にちょっと小さな写真があるんですが、これは、ワールドカップのドイツ戦。ドーハの堂安選手がドイツを相手に同点ゴールを決めた後の日本選手の抱き合っている様子なんです。歓喜の輪ですよね。そうです、ドーハの歓喜というタイトルなんですが、これもはっきり言いますとスポーツの瞬間じゃないでしょうね。もうゴールの後ですしね。そうなんですよ、これね、困ったなと思いましてね、このホームページが今でもあるので、2022年報道写真展というのをちょっと開いてみたんですね。はい。そしたら他にもスポーツの写真いくつかありました。それは北京オリンピックでの女子団体パシュート。で、高木美帆、残念ながら銀メダルになりましたね。高木菜那選手が転んじゃって。パシュート。そうでしたね。はい。これのね、表彰式で、お姉さんの菜那選手を慰めている美帆選手の写真なんですよ。これもスポーツの瞬間の写真じゃないですよね。それから国体にご臨席されている天皇皇后両陛下の写真もあったんですが、これも国体の写真ではないですよね。それからあと1枚、横浜 AFF マリノス、J リーグで優勝しました。優勝した後のトロフィーを持ってみんなで万歳してる写真、これもスポーツの写真じゃないですよね。確かにプレー、これでちょっと困ったなと思うのは、確かにこれはね、報道写真かもしれないけれども、それほどいい写真っていう、要するに写真を見ただけで感激できないんですよね。説明文を読まなきゃ。これで困った、これでちょっとこっちをね、見てください。はい、すごい写真でしょ。これはモハメドアリ。モハメドアリがソニー・リストンを倒した後の瞬間の写真なんです。はあ。
で、これものすごい迫力ある写真ですよね。迫力ありますね。で、しかもね、この写真びっくりするんですけれども、下にソニーレストンが倒れていて、上で、モハメド・アリが、どうだ、参ったかというふうに叫んでるように見えますよね。見えますね。この瞬間、この試合のビデオを私は100回ぐらい見ました。そのうち30回ぐらい見て、やっとこのシーンが分かったんですよ。はあはあ、というのは、このシーン、モハメド・アリが飛び跳ねて飛び跳ねて動き回って、もう何してるか分かんないんですよ、興奮して。はあ、その一瞬を捉えたんですね。ブレもせず。ブレもせず。素晴らしい。しかも、もっと言いますと、この時のカメラ、二眼レフです。上から覗いて、フラッシュを焚いて、ストロボじゃないですよ、フラッシュですよ。一回光ると弾変えなきゃいけないフラッシュ。それで二眼レフで上から覗いて撮ったカメラで、ニールライファーという人が撮ったカメラなんです。すごい。なのにこの決定的な瞬間をね。技術とそしてこの切り取る構図のセンス。そうですよね。これすごいでしょ。すごい。なんかこう、ね、普通だったらというか今回の報道写真展の掲載されてるような写真だったら、はい、アリの表情だけを撮って しまいそうな。そうそうそう。ちゃんとノックダウンしてる様子もね。あとね、あのコーナーに帰ってきて万歳しているとかね。ねえ。そういう写真全然面白くないわけですよ。なるほどね。これね、やっぱりね、スポーツの写真撮られる方にね、私もう考え直してほしいなと思いましたね。このニールライファーっていう人は確かにもう素晴らしいスポーツとしてカメラマンなんで、あまり比べるのもね、その現代のカメラマンにもかわいそうかなとも思うんですが、私の友人のカメラマンでも、その説明書きの必要な写真っていうのは良くないよねって言ってましたからね。なるほど。言葉がなくても、その切り取った写真だけで伝わるっていうのがベストってことですかね。おー、すげーと思ってみて、なんだこれはって次に来るわけですよね。ところが、なんだこれはって思って、解説読んで、ああ、そうか、じゃあ、これ困ってるわけですよ。ですからね、例えばワールドカップで言うならば、有名な写真がありますよね。残念ながら日本人のカメラマンじゃないですけども、三笘の1ミリ。はいはい。あれは見ただけでも、え、なんだこれって思いますよね。思いますね。アウトしましたね。っていう。こんなシーンがサッカーにあるのかというような感じで、なんだこれは、そうか、これ何、スペイン戦でこんなので決勝点になっちゃったのって、あの後から来るわけですよ。これ、やっぱりね、これ、ラジオ聞いておられる中で、若い聴取者がおられて、カメラマン目指してる人、ぜひとも考え直してくださいっていうね。本当にね、長い間、ジャーナリズムの仕事をしてきた私としては、ちょっとこのね、去年の報道写真展の写真にはね、確かにこれ村上様可愛くっていいんですけどね、顔はね。これなんかね、これが少年漫画雑誌の表紙にいいなっていうのは写真ですよね。なんかすでに僕たちが56号達成してるっていう情報を知ってるから、この喜びの表情でもしっかり伝わるんだけど、じゃあこれそれだろう。ね、これね、でもね、4年か5年経ったらね、この写真なんだか分かんないですよ。ああ、確かにね。だからそういう写真ではなくて、それと同じようにスポーツを見るときも、あんまりスポーツで勝って喜んでるところばっかり言うのではなくって、勝った瞬間のプレイの面白さとかね、そっちの方にこれからと、なんて言いますか、注目していきたいと思いますよね。ああ、なるほど。やっぱりスポーツの現場に行けば面白いこと山ほどありますからね。はい、その個々に面白いもの、その瞬間を見たいですよね。そうですね。確かに一瞬ですね。そうですね。勝った、負けたとか記録とかそういうことで騒ぐんじゃなくって、そういうのは付加価値ですから、このモハメド・アリの写真、素晴らしい、すごいですね。すごいですね。もう奇跡。いや、すごいですね。いやいや、ぜひ、そういう中、こういう視点を持つといいとか、こういうプロセスを楽しむといいっていうのを、ぜひ今後のキャッチアップでも、玉木さん教えてください、本当にね。そうですよね。そういうの見ていきましょう、これからです、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも失礼しました。キャッチアップ、水曜日はスポーツ文化評論家、玉木正之さんでした。
落語家の立川昭司です。1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組、立川昭司のニュース落語、もう聞いていただけましたか？政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど、落語の世界でお楽しみください。アップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで立川昭司で検索してフォローお願いします。また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川昭司金サイトを聞いてください。毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中です。さらにこの立川昭司のニュース落語は本で読むこともできます。お近くの書店、ネット通販でお買い求めください。本と音声両方で立川昭司のニュース落語、どうぞごひいきに。めちゃくちゃお得ですからね、これね。毎週考えてんだよ。